2023年6月8日日ハム戦、2点リードの9回表2アウト、マクブルーム選手が死球で出塁すると代走初期選手が盗塁成功、坂倉選手が申告敬遠され打席には途中出場の田中選手。舞台は整ったの。初球だったね。完璧に捉えた打球はライトスタンドへ4号スリーランホームラン。かっこよすぎるよ。2点差で追加点の欲しい場面じゃったからの最高の一撃になったわい。今年の田中選手はこういった場面で打ってるイメージあるよね。最近5試合スタメンを外れている田中選手なんだけど、代打、守備固めといぶし銀の活躍を見せてくれてるわ。今回はそんな田中選手に対するファンの反応を見ていくよ。波はあるけど打つときは本当に一人で試合を決めるぐらい打つから頼りになる。ショートやのを固定すればサード候補は上本とかとうまく併用して起用することになるかな。デビが帰ってきてからが勝負だね。打てる人はスタメンで起用してほしいけどね。今のコウスケならスタメンでしょう。デビも下で無双中だしスタメン争い熾烈になるね。矢野は打撃をもう少しでいいから頑張ってほしい。総合力なら断然コウスケだと思う。あの3連覇時代のようなホームラン、しかも今年は何本も放ってる。最近好調を維持してるけど若手と併用しながらうまく起用してる新井さんすごいよね。そろそろ一番田中を見てみたいな。打順はいじらん方がいいぞ。菊池も落ちてるけどうまく機能してる。まあ1番田中2番菊池は懐かしくて見たいけど。好調だし1番でも良いと思う。菊池を休ませる時あるからその代わりでもいいしね。デビ帰ってきたらコウスケの出番減ると思うよ。新井はなぜか外国人めっちゃ好きだから。コウスケバッティング良いしショートスタメンだめ。サードはデビが帰ってくるから出れなくなるし、矢野は打撃を磨きながら守備固めで。コウスケスタメンも矢野スタメンも上本スタメンも一長一短あるからな。飛び抜ける選手いないから併用なんだよ。上本家が大丈夫かしら。走行守のバランスが良くて一番頼りにしてるんだけどな。結局はデビッドソンがどうなるかだね。後林は打撃も守備も鍛え直さないとね。最近は台に出てこない。はい、田中選手の活躍にスタメンを押す声もある中で熾烈なポジション争いに注目されてるね。デビッドソン選手も2軍で調子がいいからの監督も嬉しい悲鳴じゃろうな。今日の矢野選手の守備走塁はすごかったし、田中選手は途中出場で2打数に安打。明日のスタメンが気になるところだね。ということで、田中選手の全盛期のようなホームランに対するファンの反応をまとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。